ヘンリー・チェンバレン・ラッセルヘンリー・チェンバレン・ラッセルは、オーストラリアの天文学者、気象学者。ニューサウスウェールズ州のウェストメートランドに生まれ、シドニー大学で学んだ。シドニー天文台の職員となり、ダブルースコットの下で働いた。スコットが退職すると、スモーリーの着任するまで、数ヶ月、実質的な大長の仕事を行い、1870年に、 スモーリーが没するとシドニー天文台長となり35年間その職を続けた。天文台の拡充を行った。1874年の金星の日表通貨の観測体制を作ったことが最初の重要な仕事で4カ所の観測ステーションを準備し観測者を配置し、その観測の成果は1892年にラッセルによって発表された。 気象学の分野では1877年にニューサウスウェールズの気候クライメート・オブ・ニューサウスウェールズディスクリプティブ・ヒストリカルタブラーを表し天候の周期性の問題に注目した。ラッセルの天文台長就任時に12しかなかった観測書を約1800まで増やした。観測書の新設には自ら設計しコストを1、6にした雨量計や 自ら発明した磁気気圧計、温度計、湿度計などで費用を最小にした。節約した費用はボランティアの観測者に与えた。南オーストラリアのチャールズ・トットラの協力による気象情報はオーストラリアの気象予報の精度を高めた。長期にわたる気象観測はサウスウェールズの気候に関する情報として発表された。天文の分野では二重性の研究を行い、 1871年から1881年の間にシドニー天問題で行った二重性の観測結果を1882年に発表した。天体写真の天体観測への応用にも注目した。1887年にパリの国際会議に参加し、国際協力による写真観測に参加し、1400枚の写真による計測を行った。 1891年に新設されたオーストラリア科学振興協会の会長になり、シドニー大学の副学長になったが多忙のため1年で辞職した。1903年に病を得て、1907年、シドニーで没した。ありがとうございます。